お互いに感じてるバリアっていうのかな、ためらい、声かけていいのかなとか、なんかなんで手伝ってくれないのかなじゃなくて、お互いにそこがなくなればいいなと思って、それのきっかけを作りたかったんですよ。石川美代さん、38歳。プログラムデータの入力やチェックなど、在宅で IT 関連の仕事をしています。7年前に脊髄を損傷し、車椅子が欠かせない石川さん。こちらのお店になるんですけれども、この日向かったのは、なじみの飲食店です。ご無沙汰してます。すみません、いや、いいですお願いします。店に入る際にはオーナーがサポートしてくれます。お、めっちゃスムーズですね。石川さんの来ていただくおかげで、車椅子の移動させるのもだいぶうまくなって、最初石川さんにすごく怖がられて 店の前にはステッカーが掲げられています。車椅子の人が気兼ねなく入れる店だと知ってもらおうと、2年前石川さんが中心となりプロジェクトを立ち上げて作ったものです。ステッカー掲示の条件は、車椅子が入れるよう店の入り口の幅が70センチ以上あることと、手伝いますという意思表示、この2つです。現在このステッカーを掲示しているのは県内でおよそ280店舗。このプロジェクトでは、石川さんに賛同するさまざまな人の力も支えになっています。その一つが、松山市の NPO 法人ブーシステム、障害のある人の就労を支援する団体です。私のその知り合いであったりとか、そういったところに少しでもこの話を持っていってですね、で、そこから広げていくっていう。もう昔の日本みたいに、なんかこうお互いがお互いのことをこう思いやったりとか、まあ、優しくしたりとか、あとまあ困ったら助け合うとか、そういった気持ちですかね。車椅子で大変なところって言ったら、どんなところですか？線路が一番怖いですね。こんなところの線路が。はい、引っかかるので。石川さんはこの日もステッカーを持って商店街に向かいます。普段がずっと在宅なので、やっぱり街中出て漕いでお店の人とかと話すと気分も変わるので、好きですね。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。店には事前に連絡を入れていません。こういうステッカーを一応お店の入り口の目につくところに貼るのをお願いしていて、よろしくお願いします。はい、どうぞ喜んで、片手ですみ喜ませてくせん。ださい。快く引き受けてもらいました。どの辺がいいですかね。ボタンの下ぐらいでいけまポすスター、か？はい、OK です。そしたらこちらに貼らせて、こちらでよろしいですか？あ、はい。はい。あ、嬉しい。はい、どうぞ。車椅子の方来られたら、はい、はい、ぜひ大歓迎で、はい、心のバリアフリーで、はい、どうぞ。はい。ありがとうございはい。ます。車椅子の人も安心して利用できる。思いやりの気持ちを示すステッカーは、安心して暮らせる街づくりにもつながっていくはずです。石川さんの心のバリアフリープロジェクトは各地で広がりを見せています。八幡浜市内の幼稚園に通う6歳の高橋あきちゃん。テレビで石川さんの活動を知り、自分も協力したいと言い出したそうです。ステッカー貼るのどうなったって娘から何回も聞かれまして、こんなにやりたいんだったら私としても後押ししたいなと思いまして。早速ステッカー掲示のお願いに出かけます。こんにちは。もしよかったら
貼ってください。これお願いします。わかりました。これを貼ればいいのね。いける？貼れましたか？こんなのが広まったらいいなって思ったから、これからいっぱい貼っていきたいです。着実に実を結んでいる心のバリアフリープロジェクト。石川さんはステッカーを掲示する店が一目でわかるよう専用の地図を制作し、ホームページで公開しています。手伝ってもらうって優しさを感じれるってすごくいいことだと思っていて、ありがとうを言えることってそんなに一日に何回もないじゃないですか、普通に生活をしてたら。それがいっぱいあるんですよ。それってすごく嬉しいことだなと私は思っているので、相手を思いやり、言葉を交わして互いの気持ちを知る、一枚のステッカーが優しさの見える街へと心と心をつないでいます。